野中敦史君。はい、委員長。野中君。はい、自由民主党の野中敦史でございます。農林水産委員会で質問をさせていただくのは実は初めてでありまして、このような機会をいただいたことに感謝申し上げまして質問に入りたいと存じます。まずスマート農業についてお伺いしますが、スマート農業農家の方と話しますと、まあ、積極的に情報収集して導入して、そして規模を拡大をしていらっしゃる方もいらっしゃいますけれども、やはり関心はあるけれども二の足を踏んでいる方、そしてそもそもスマート農業自体がですね、別世界の話というふうに思っている方もいらっしゃいます。やはりこれは10年20年を見据えた計画、そして導入をできる方、まあ、年齢のですね、世代間によって温度差があるのも事実でありますけれども、まあ、総じて言えるのはスマート農業という自体がですね、ぼんやりとしたイメージである、そしてなんとなくすべて導入するのが高いなというふうに思っている方が多くいらっしゃいます。そこで私は農家の方とスマート農業の距離を近づけるためにですね、今年度から常に事業をスタートしておりますスマート農業実証プロジェクト、これをぜひ活用していくべきであるというふうに思っております。まあ、全体の流れをわからない方にはやはり点のイメージを持っていらっしゃる方、関心を持ってもその方には全体の収穫までの流れを見せてあげる、そしてまあ、この部分、例えば無人草刈り機、ドローン、ここの部分だったら、私ども導入できるなと関心を持ってもらう、ぜひこのスマート農業実証プロジェクトを生かしていただいて、関心のない方に少しでも関心を持ってもらう、そして関心を持っていらっしゃる方は、ぜひ導入にですね、つなげてもらう、そのことをぜひお願いしたいというふうに思っております。まあ、そもそもこのスマート農業、なぜやるかというのは、やはりですね、このスマート農機を買うための農業であってはならないというふうに思っております。やはり導入することで効率が上がる、負担が軽減される、その結果規模が拡大して収益が上がる、まあ、結果儲かる農業につながる、そのためのスマート農業であるという前提に立ちまして質問をさせていただきたいと思います。今の国の方で農地を集積集約化しております。そして鶏飯を取れるとか取り除いて、まあ、できるだけ四隅を少なくしてですね、時間効率をこう上げていくという取り組みをやっておられますけれども、ではそこの中にこう走らすですね、有人走行農機と無人走行農機、これによってこう有効にこう効率的に動ける補助の形というのに違いがあるのではないかというふうに思っております。まあ、例えば無人走行農機であれば、進入口のところをこうスロープを緩やかにつけるとかですね、この有人走行農機ではなくて無人走行農機に適した効率的にこう動くことができる補助整備のあり方についてまずお伺いしたいと思います。牧本農村振興局長。お答え申し上げます。まずこのスマート農業を導入するためにはですね、まあ、ご指摘ございましたように、この自動走行農機等のその性能が十分発揮できるような農地の基盤整備が大変重要だと考えております。まあ、いろいろなお取り組みの事例も出てきているところでございまして、まあ、例えばその北海道の標津市では、この国営農地再編整備事業によりまして、農地の大区画化とともに、自動走行農機が容易に圃場内で旋回できる、あるいは隣接する圃場にですね、移動するためのこのターン農道でありますとか、あるいはその末端用溶排路、末端用排水路の管路化などの整備が実施されているところでございます。このようなことから、農林水産省におきましては、今年度ですね、この技術検討会を設置をいたしまして、この圃場周辺からの監視下での無人走行を含む自動走行農機等に対応した農地整備の手引きというものを現在、作成作業中のところでございます。今後ともこのスマート農機の導入促進に、スマート農業の導入促進に向けまして、自動走行農機等の性能を発揮しやすいような基盤整備の推進に努めてまいりたいと考えております。野中君。はい、今年度技術検討会議を立ち上げたということであります。まあ、現在は有人監視下におけるレベル2でありますけれども、ゆくゆくレベル3をですね、見据えるのであれば、まあ、しっかりと未来を見据えた検討を進めていただきたいというふうに思います。次にこのスマート農業実証プロジェクトにおいて、事業の内容、シェアリング
リース等のスマート農業技術の導入コスト低減を図る新サービスをモデル的に実証というふうに書いております。その点に対しては私大賛成でありまして、やはりこの共通リースとシェアリングのメリットというのは、やはり導入コストが低減することによってスマート農業は普及拡大、これにつながればさらにですね、人口スマート農業を利用する人口が増えると、農業就業者が増えるというふうに思っております。そこで私の意見をちょっと申し上げさせていただきますが、まずリースでありますけれども、リースもやはり価格設定次第であろうかと、やはりそのリースをすることで、修理代とかですね、メンテナンス代の、心配いらない、維持費はかからないという部分はありますけれども、やはり価格設定次第で、リース会社が儲かるようなだけではですね、やはりこのリースということもなかなか拡大にはつながらないというふうに思いますし、そもそもリースをこう決める日数も、農業というのは天気都合のようなところがありますので、その辺をしっかり注視していただきたいというふうに思います。そしてまたシェアリングというのは本当に優雅やすしでありますけれども、どういった規模をですねイメージされているかということであります。例えば地域内で集団を形成してシェアリングを図っていくということであれば、やはりこの農業をするですねシーズンが重なってしまうと、時代は違いますけども、私が県議会議員だったときに、私の地元でもやはり集団を形成したんですが、それぞれ時間帯をですね譲り合うことができずに、残念ながらその集団が解散してしまったという事例がございます。広い地域で見るんであれば、やはりそのスマート農機の産地リレーじゃないですけれども、この早生、中手、奥手、こういうふうにリースをこう流していくのか、そこにはやはりこの移動コストもかかりますし、シェアリングとですねリースというのは非常に取り組み、私大賛成なんですが、しっかりその辺をこうどういうようなイメージでやっていくかということによってですね、これはその先うまくいけば普及拡大につながるものというふうに考えております。やはり普及拡大を広げるためには、そのコストを下げていく、その一端がですねスマート農業普及のための共有リースだというふうに思っておりますが、今後これをどのように進めていくのかということをお伺いしたいと思います。農林水産技術会議菱沼事務局長、お答えいたします。ご紹介のとおり、現在スマート農業実証プロジェクト全国60地区で展開しているところでございます。実証の現場からはですね、ご指摘のとおりスマート農機が高額であることから、が課題として挙げられておりまして、初期投資にかかるコストを低減し導入しやすい環境を整備していくことが求められています。このため農林水産省としましては、令和元年度の補正予算に計上しております本プロジェクトの中に新たにですねスマート農機のシェアリングやリースなどを組み入れた実証を行うことをしております。この事業は実証でございますので、今後はこの実証結果を参考にしつつ、価格設定だとか規模だとか、さまざまなことを考えて、新しいビジネスモデルができないかといったことが大事になってきますので、そういったことを検討していきたいと思います。さらに地域や品目の実用などを踏まえて、新たなサービスの創出を促し、導入のコストの低減を図ってまいりたいと考えております。野中君。はい。そのための実証プロジェクトだと思いますし、来年度もですね、その継続事業となっておりますので、ぜひできるだけ多くの、品種、地域、性に見合ったこの結果がですね、農家の方の参考になるように期待をするところであります。このスマート農業というのは、やはり これから広げていく、推し進めていくという、どちらかというと未来型のですね、光が当てやすい政策でありまして、言うならば、これからもっと拡大、伸ばしていこうという、伸ばす農業の部分であろうかというふうに思います。先ほど他の委員からもお話がありました、やはりその部分だけではなくて、もう一つですね、光を当てなければならない、それはどこかというと、小規模農家であろうかと思います。その小規模農家の方の中にはですね、中山間地で規模拡大ができない方、そして年齢的にもこれ以上規模拡大が難しい方、多くのケースがあろうかと思うんですが、そちらの方に私は長年国土そして農地を守ってこられた、いわゆる作り手のプロが多く存在するというふうに思っております。またこのいわゆる何て言うんでしょうかね、いわゆる支える農業っていうんでしょうか、
先ほどのスマート農業など広げていく、進めていくというのが伸ばす農業であるならば、やはりこういった小規模の方たちを支えていく農業、まあ、これらのですね、バランスを私はしっかり取っていかなければならないというふうに思います。一方に光が当たりすぎると、どうしても最近の国の農業政策は冷たいとか間違えたイメージを与えてしまうのではないかと、しっかりですね、まあ、例えるならば2年前にも設備と納期導入をですね、できるだけ抑えるために必要最低限の機能を有した、トラクターを販売したり、まあ、そういったものもやってるんだと。そしてまた昨年の棚田法など、まあ小規模の方を守ったり景観を保全していく政策もやってるんだと、やはり両方ですね、 PR していくことが私は必要だというふうに思っております。いわゆる伸ばす部分、支える部分、バランスを取れたですね、農業政策を取り組むべきというふうに考えますが、副大臣のご意見をお伺いしたいと存じます。伊藤副大臣。野中委員におかれましては、まあ、今回先ほど初質問というお話いただきました。これまでも農林水産大臣政務官のご経験も踏まえて、日頃から建設的なご意見をたくさんいただいておりますことを感謝申し上げる次第であります。さて、お話にありましたように、日本の農業経営体の約 98%、 大半は家族経営であります。こうした方々が地域の農業生産や美しく活力ある農村を支えているのが実態でございまして、このためこうした方々に対し規模の大小にかかわらずきちっとした支援を講じていくことが必要だと思っております。特に中山間地域などの条件不利地域におきましては、産地生産基盤パワーアップ事業や畜産クラスター事業におけるこの要件の緩和を図ること、また中山間地域等直接支払いにつきましては、少しでも加入がしやすくなるような運用改善と、先ほどもご答弁しましたが加算措置の新設、あるいは拡充などを行うなど、地域の実態を踏まえた見直しを進めているところであります。また農業の成長産業化とこれらを推進していくためには、担い手への農地の集積集約化や、スマート農業も活用した生産性向上の取り組みが必要と、重要であるというふうに認識をいたしております。農業を魅力ある成長産業にしていくための産業政策と、農業農村の多面的機能の発揮を進めるその地域政策のこの2つを車の両輪として、小規模あるいは家族経営や条件不利地域の農業者の皆様にもしっかり支えてまいりたいとこう思っております。野中君。はい、ぜひバランスを取った政策で、支える部分についてはですね、やはり小規模の方、またコミュニティの形成の場であって景観保全の場であるという面からも、またぜひ政策を打っていただければというふうに思っております。次に森林環境条例について質問させていただきたいと思います。国会の場でもですね、この配分基準についていかがなものかという議論はありますが、これはなかなか配分基準について、この100点満点というのはないと思います。納税義務者一律で徴収するものでありますので、山を持っている地域と人口が多い地域ではそれぞれやはり意見の相違が出て、しょうがない部分だというふうに思いますが、その中でこの10分の5、林有面積がですね、10分の5と、そしてまた就業者10分の2、人口10分の3、これは私は適切であるというふうに思っております。予定ではなだらかにこう階段を上がるかのようにですね、200億、300億、400億、500億、そして令和15年に600億になる予定でありましたが、今回、地方公共団体金融機構の金利変動準備金の活用をすることで、来年度、そして再来年度400億、そして令和4年、5年で500億、令和6年から600億と
ということで、まあ、非常にこの事業のですね、やりたい事業のスピードアップが図られるのではないかというふうに思っております。まあ、山を有する自治体、まあ、すなわちこう林業にですね、触れている自治体というのは、もともと目的意識はしっかりしておりますので、まあ、すぐにこうスピードアップは図られる、まあ、むしろ人が足りないというさっきの意見もございました。私がまあちょっと懸念するのが、前倒しになった分ですね、まあ、自治体のこの今までこう木材利用等、このあまりこう山というイメージがなかった自治体については、やはりしっかりとですね、道を示していかなければならないのではないかというふうに思っております。まあ、今年度においてはおそらく予算の規模をまた初年度ということで、基金に積み立てているですね、まあ、使途の役割とすれば、木材利用の促進、また普及啓発などを受けよう主にですね、受けよう自治体はまあそのように行動を取っておられるんじゃないかというふうに思います。まあ、私の地元では人が集う公共施設でウッドデッキを新しく、まあ、させていただいたということでございました。まあ、しかしながらはですね、まあ、なかなかこの先どうやって使っていこうかと考えている自治体もいらっしゃるというふうに思います。まあ、間違ってもですね、まあ、独自の自治体で拡大解釈をして本来の森林環境需要税の目的と大きくそれた使い方をしては私はいけないと思っておりまして、まあ、そのために、まあ、事例集を作るべきだというふうに提案しようとしたところ、まあ、今年の1月にですね、もうこの事例集ができているということであります。それならば、まあ、特に山に今まで関係がなかった地域、この森林環境譲与税をどう使うか、まあ、そこで事例集でも自治体間の連携、また木材利用、普及啓発等々書いてありますので、まあ、しっかりですね、こういったことを自治体に発信していくべきだと、この事例集を活用していくべきだと思いますが、ご意見を伺いたいと思います。林野庁本郷長官。お答えを申し上げます。森林環境税の適切な活用に向けて農林水産省ではこれまでも190回を超える市町村説明会をに職員を派遣するなど制度の周知を図ってきたところでございます。このような中、例えば愛知県豊明市と長野県上松町が連携して上松町で生産された木材製品を豊明市内の新生児にプレゼントする取り組み、東京都豊島区と埼玉県秩父市が連携して豊島区が秩父市内の森林を整備する取り組みなど、都市部の市町村が山村部の市町村と連携した木材利用や森林整備に取り組む事例も出てきているところでございます。このような先進的な事例を、先進的な取り組みを事例集として取りまとめ、市町村への共有、助言等を総務省や都道府県とも連携して行うことで、森林の少ない都市部の市町村と山村部の市町村との連携した取り組みが進むよう、条例が前倒しされたことも踏まえて、しっかりと支援してまいりたいと考えております。野中君。ありがとうございました。この事例集には山があるとこ、ないとこ、まあ、すべてのケースが書かれておりまして、まあ、これを毎年更新することが森林環境譲与税の成果、実績につながるものだというふうに思っております。最後にちょっと短めに質問させていただきたいと思いますが、新型コロナウイルスについては先ほど来質問があるとおりでありまして、ぜひですね、農家の方、また消費、去年昨日の大臣所信表明にもありましたとおり、食料の安全供給に万全を期していただきたい、そしてまあ生産者にフォローしていただきたいと思います。やはりこう経済を進めていくためには人、物、そしてお金の、まあ、世界との行き来が重要でありますが、その中でまあ今回のようなウイルス、そしてまた2年前にあったですね、CSF もその一例ではないかというふうに思っております。まあ、このあと家電法の審議もあるというふうに伺っておりますので、また今までの委員会でも多く議論がありましたので、私から1点だけ、やはりですね、養豚農家さんにも海外から技能実習生の方、多く来られております。ですので、それぞれの国の地域柄で、まあ、自然と持ってきたものに大きなリスクが生じるものもあります。そしてまた、その我々の国のルールもあります。ですので、やはりですね、就農外国人技能実習生にですね、使用衛生管理基準の徹底など、まあ、しっかりと教育をすべきと考えますが、その点についてお伺いしたいと存じます。新井
消費安全局長。お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、畜産の現場でも技能実習生、それから特定技能といった形で多くの方々が農場で働いております。中でもベトナム人、中国人の方が多いというふうに聞いております。使用衛生管理基準はまさに毎日毎日具体的な仕事を農場の従事者が全員理解してです、日々実践していただくということが必要でございます。こういう状況を受けまして、平成29年には農林水産省として写真や図を用いた多言語のリーフレットを作っております。これに加えまして、生産者団体からそれぞれの畜産の現場に置きますそれぞれの作業工程においた注意事項につきまして、イラスト、それから図を用いて多言語のパンフレットを作成しているということでございます。これを生産者に配布しておりますので、これらによりまして海外の方も含めまして従業員全員が使用衛生管理の実践を積極的に推進していただきたいというふうに考えております。それから違法な肉製品の持ち込みにつきましても、技能実習生を含みます日本に在住している方、それからその知人親族が多いということが調査結果を出ております。従いまして、国際研修機構でありますとか外国人の技能実習機構などを通じまして、これらの方々が肉を持ち込まないような、そういう啓発情報発信もしているところでございます。野中君。はい、ありがとうございました。質問終わります。次に